皆さんご機嫌うるわ週でしょうかクラウドエプティのフータです。よろしくお願いしまーす。そう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 。テキそうそう。って感じでやってますけど、えー、今日取って今日あげるっていうね。なんとも。先週からこんな感じなんですけど、ごめんね、ほんとに。いやー、でもね、あのー、1週間早いね。 秒で過ぎ去ったよ今週。目つぶったら今週もう終わってた。びっくりしたね。月曜がだって、ケンスケのドラムレックがありましてね、とある。でもそこから、今日まで、えげち早かったよ。びっくりしたよ。もうストリートやんって。ねえ。でもこれ上がってる頃にはもうストリートが土曜日のやつも終わってるわけですからね。びっくらこいてますけどね。 いやいやいや。いやということで、まあ今日はどうするというところなんですけど、まあどうしようかなって考えてたんですが、まあ昨日、ストリート終わりにインスタライブをさせてもらって、その時に言ってもらったね、あの、風太さんの好きなものをずっと語っていてほしいみたいなコメントを ありがたくいただきましてですねちょっと本日はそれを採用させていただこうかなと思ってうーん採用しましたはっははははただひたすらに好きなものを語れって言われたら結構難しいですねどう語っていけばいいのっていうところでで正直に言って興味があるのか皆さんっていうで今から喋ろうとしていることは女性リスナーの方にはなかなかに響かない ものででございいますが大丈夫でしょううかっていうところでね迷迷悩んでるとか迷ってるんですよ。まあでも、まあ、こうやっていただけることは嬉しいことなんでねただただもう好き勝手に僕が好きなものを喋っていこうかなって思っているんですがまあその前に今日もストリート終わりましたし、まあ、またね次ストリートが来週ありまして。 で、また終わったら、次はもうすぐライブハウスでライブさせてもらいますからね。はい。またライブハウスの頃に、ぜひお会いする頃には、このお話を聞いてくれた方、ね。はい。もしよろしければ、ね。あの、時たまライブハウスに来てくれた方、ね、差し入れという形で差し入れしてくれる方がいってるんです本当に嬉しいことなんですよね。 ぜひ、まあ是非そういうのの参考になればって思ってって、すごい、これは、なんていうか、ずうずしいお話ですね。ずうずしいこと言うなということでございますけど。まあ、ということで、今週ね、もう一瞬で終わりましたけど、もう、なんていうか、もう、なんていうかもう言葉が全部出てこないです。 っていうかね、これ聞いてもらっていい、みんな。もう無理だ。もうあのさ、これ、一回目のせいで今喋ってるけど、あのデータ飛んだんよ。さっきまで喋 <laughs> ってたのに。さっきまで喋って全部データ飛んだわけ。もう、ジーザスまだファカーやで、ほんまにもう。それなにやわ、ほんまに。ほんまにやで。いや、もうびっくらこいたよ。あれ データなくなってんじゃんみたいな。データなくなってんじゃんって。ブックオフなのに本ねえじゃんって。この間寺田心くん見たけど、めちゃめちゃ成長してたな。びっくりした俺。えもうあの頃の可愛さがなくなってる、みたいな。でもな、好青年って感じで。あの、時ぎたま言ってるじゃない子役でね。子役やけど、あの、 成長していくにつれてちょっと残念になっていくかとね、言ってると思うんですけど、心くんはまだ成功な方なんじゃないですかって僕は思いましたけど、何の話やねんっていうところでございますけど、まあ今週はね、僕の好きなものを語って言い,いそうなので、語らせていただきましょう。ね。ねえ、もう何を語ろうかなっていうところでございますけど、ぜひぜひ、今週も一日、お付き合い。 よろしくお願いします。ラテン系風なのおいです。シュワッチ。<laughs> はいということで、こう最後の交換を何ってなった人いてるかもしれないですけど、まあ今日はまあ僕の好きなものを。 っていいっていうことなのでその好きなものにちなんだ効果音を,さを入れさせてもらいましたよ。それは何ぞやっていうところなんですけど今の効果音はですね、えー、初代のウルトラマンこれがですねすする際の効果音でございますはい、えー、早田隊員という方がいてましてその方がこう変身する時の効果音でございます。ということで。 もう皆さん存じておるとは思いますけども存じてらっしゃる方もたくさんいてるかもしれないですが今回僕が好きなものといえばもうウルトラマンでございますはいもうウルトラマンシリーズは本当に僕の中では本当に素晴らしいそのひ一言に尽きるその一言に尽きちゃうっていうところなんですけど ま、僕ね、もう生まれた頃、そして物心がついた頃には、もうすごいね、ウルトラマン好きやったんすよ。だから、なんで好きなんて言われたらちょっと分からん。ほんまに分からん。全然分からんのやけど、 あのーまあ、1996年に生まれて、まあ、そこでね多分お父さんお母さんが見せてくれてたんでしょう、まあ、そこから僕が本当にはまっていったのかもしれないですねまあっていうところなんですけどもねまあ本当に好きやったんですよね僕幼少期の頃もう本当にもう町のおもちゃ屋さんって昔あったじゃないですかそのおもちゃ屋さんにね 毎週のようにおじいちゃんが連れれててってくれるんんすよよ、ね、毎週のようにおじいちゃんがこう行ったらでウルトラマンのねお人形さんがあるんですけどお人形をね買ってくれるんですよね、本当におじいちゃんにね本当に甘やかされてましたけどもねほんでウルトラマンのグッズがどん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 増えていきまして、えー、もう本当にねもうどれぐらいの箱かな、まあ、結構 こうな箱ですよ、まあ、横、えー、横多分100センチぐらい。えー、高さが多分70センチぐらい。まあ、こういうね、箱の中にウルトラマンがどっさり入ってるのは2箱ぐらいあります。ね。怪獣も合わせれば2箱ぐらいあります。っていうぐらいのね、フィギュア、フィギュアというかま人形があったんですけど。 ね、これを幼少期の頃は僕は公園でね全部並べて全部並べてね倒れたら本当にブチギレてましたって言ってましたお親父じ五がねそれぐらい全ウルトラマンを並べて写真撮影をしてましたよ何、ね、とも微笑ましい幼少期ですよ本当にそれぐらいウルトラマンにまみれてたうん幼少期でしたね で今もこじらしちゃってます。<laughs> 今もウルトラマンが好きでね、やらせていただいてるんですけど、まあ、ウルトラマンってみんな、どうなんやろうね。身近にあるんでしょうか。まあ、そもそも、クラデンティのファンは女の人がい多い気がします。女性の方が多い気がします。ねその女性には、なかなかピンとこない。 ワードウルトラマンだと思いますけども、まあ、もしかしたらねお兄ちゃん、ね、弟などがいらっしゃいましたらもしかしたらね何かご縁があって見てる可能性もなきにしもあらずねそんなところではございませんでしょうかねでも普通に生きてたらウルトラマンなんてきっと通ってこないことが多いと思います まあ、ですからねそんな方々にももしよかったら、まあ、僕のこのウルトラマンのえー、好きを語らさせていただきますんで興味を持ったらあの見ていただけたら嬉しいなとは思いますまあ、とはいえですねで僕も,もそのめちゃめちゃ作品を見てたかって言われるとですねあのそこまで見てた記憶まあ、めっちゃ見てたんですけど記憶がございません。本当に、もう待っ 全くもって記憶がないっていうところどころでしか記憶がないなっていうところがあったんですけども、まあ、ウルトラマンね、えー、昭和1966年から始まったんですよウルトラマン初代のウルトラマンが放送されたのは1966年でねここで昭和のウルトラマンがですね1980年のエイティっていうねウルトラマンエイィ0、ね、8 0年やからエイティなのかなエイティ。 ここまでで昭和が一旦途切れてしまいます。ねウルトラマン作品が、日本でのウルトラマン作品が一旦ここで途切れてしまいます。ねその後は、あの海外とかとね、あのー、一緒にウルトラマンの作品を作ったりとかしてたみたいなんですよ。でその中で、なんと15年後、その80年の15年後、 15年後ですよね。合ってますか ?1996 年そうやね。合ってるってる。ウルトラマンティが始まるんですよ。これがいつかと言いますとですね。1996年なんですよ。というと、僕が生まれた年ではありませんか。なんかの、運命かもしれないですね。ちょうど僕が生まれた年に、 なんと日本でまたウルトラマンシリーズが再開されるんですね。これが、まあ、ウルトラマンファンでは、もう、なんていうかね、まあ、特別なウルトラマンと言っても過言ではないん,い,いんじゃないでしょうか。ティガ、ダイナ、ガイア。この3作品はですね、すごく、まあもう、ウルトラマンファンの中では、もうすごく人気な、 ウルトラマン作品になってるんじゃないかなとそんな年に僕はドンピシャに生まれれたっていうこれがきっと僕のウルトラマンが好きなあ原因の一つなのかもしれませんねいやまあだからといって、まあ、その頃に僕はリアルタイムでダイナもガイを見てたみたいなんですよただ覚えてないただ覚えてないんですよそう で今ちょっとずつだから今はもう本んにねもう大人になったから大人になったからこそあの頃とはちょっと違う感覚で、まあ、ちょっと今見返しててるわけなんですけどまあここで「好きを何を語ろうか」っていうところでね、まあ、皆さんに伝わりやすいところで。 僕の好きをちょっとご紹介した方がいいかなって思いまして僕の好きなウルトラマンをねちょっとここで発表したいんですけどもねまああのー、僕一番好きなウルトラマンこれ誰って言われた時に一番好きなウルトラマンはウルトラマンダイナなんですよはい僕が1歳の頃にやってたウルトラマンダイナなんですよ これなんでウルトラマンダイナーなのって聞かれた時にただただデザインです <laughs> そうデザインがいいんですよねそう、まあ、これはね人によって感じ方は違うとは思うんですよね僕はこの色は好きじゃないとか青いウルトラマンの方がかっこいいじゃんとかあるとは思うんですけど そうウルトラマンダイナはねえ基本的には、まあ、青と赤とがまあ主体なんですけどほんで、まあ、フォームチェンジをしたりねフォームっていうのは、まあ、タイプチェンジができるんですよ、まあ、あの速さを特有としたミラクルタイプでパワーを売りにしたパワータイプっていうのねあーごめんなさいパワータイプはごめん T がやったストロングタイプ ね、これがあるんですけどでもあのストロングタイプミラクルタイプってねストロングタイプに関してはまあ青と銀が貴重なんですけどあのミラクルタイプ、えー、ミラクルタイプがねごめんストロングタイプに関してはまあ基本赤なんですよでちょっとごついんですよねダイナがあんま好きじゃないんですけど普通の普通のウルトラマンダイナの タイプがあるんですよ、ね、うん。このこれね、基本青と赤と銀色の色合いでですね。ほんでこう胸にこう線みたいなのが入ってるんですよ。でも顔がね、結構こう上にこう尖ってて。 何が違うのってみんなから思われるかもしれないですけどなんかこのデザインがかっこいいなって子供心ながらに思ったんですよ。ね、ダイナがすごい好きなんですよね。そうだから見た目です。僕はあのみんなと何ら変わらないです。ウルトラマンを顔とかで見てます。はい。他のアイドルがアイドルのこういう高校こ,こういう曲が好きとかじゃなくて。 あシンプルにかかっこいいから好きでですすそんな感じですシ,ンプルにシンプルになんかかっこいいなって思ったから好きなんですそうただそれだけなんですよそうなんやけどでもやっぱりそのダイナっていうのはやっぱり自分のね一番多分リアルタイムでも見てたみたいなんで1歳の頃にでそういうのもやっぱり記憶としてすごいやっぱり残ってるんでしょうねだからダイナと一緒にこう育って できた感っていうのはやっぱあるからダイナが好きなのかなって思ったりもしますが、まあ、ダイナのねお気に入り作品があるんですけどあのダイナもまあそのテレビシリーズでもやってるんですけど僕テレビのシリーズよりその映画が好きでですねあのウルトラマンティガーも出てくるティガー VS ダイナミっていう。 があったんですけどこれ名前のあやったかなちょっと題名覚えてない <laughs>。題名覚えてねえわ。あでもね、めっちゃ面白いんですよ。これ何が面白いかって言ったら、やっぱりあのー、ウルトラマン、ダイナとティガ、これ2人のウルトラマンが同時に出てきて一緒に戦っているところを見れる。まあテレビじゃ見れないところ。これ面白ポイント1ね。 でもう一つのポイント。やっぱりあの、映画ならではの、映画にしか出てこない、爆裂に強い怪獣みたいなね。これ映画、映画でしか味わえないっていうのがあるんですけど、まあ、この辺ね、当時映画を見てた僕の感想としては、長ガって思ってたんですよ。長これこれ。めちゃめちゃ長いやんって。 長すぎちゃ、うんって思ってたんですけどこれあの大人になって見返したらですね1時間ちょっとしかなかったんですよ。1時間ちょっと。ねえ大人になってからはすごい短く感じたんですけど子どもの頃に関してはもうほんま23時間ぐらいの体感があったんで英語「長」って思ってたんですけどまあ、だ手が出てくるまで長」みたいな。<laughs> ダイナは終始で出てくるんですけどねまあその映画の中でまあダイナが負けたりでも負け,負けたけど負けてすごい不安になるというか負けて自信をなくすけども今自分をやらなきゃいけないんだって言って立ち上がってこう懸命に戦いに行くっていう、まあ、そういう姿をね見させてもらいましてですねすごい背中を押されたりするっていうね胸圧シーンもありま,しありますしね。 であの何と言ったってダイナは死んでしまいますその映画ではいダイナは死んでしまうんですよ主人公死んで大丈夫っていうところでしょ主人公死んじゃダメじゃんっていうところなんですけどねあのそこでウルトラマンティガーが出てくるんですがなねウルトラマンがな、ね、ウルトラマンダイナが死んじゃってあもうダメだっていうこのムードになってた時にあのねもう避難してる人々がですね いやまだ頑張れるウルトラマンを信じろ俺たちができるみたいな感じでねこの信じる強さっていうのがですね、あのー、これが光となってウルトラマンティガを復活させるっていうね、あのー、すごくなんか感動する演出でしょ、ね、そういう演出とかもあったりしてねすごいあのー。 勇気や感動を与えてもらえるそんな作品になってましてねであの僕の好きな「デス・フェイザー」っていう怪獣が出てきたりでねあのダイナはどのように死ぬかっていうのはですねあのもし興味があれば見ていただけたらいいですクイーン・モネラっていうねあのえげつなくでかいバケモンがあの途中で出てくるんですけどそのクイーン・モネラのおなかの中にダスコーンって入れられてあのエネルギー吸われてバサンバサンバサンってなったらダイナは死んでいくんですよはい また頑張れるぞっていうその希望がその思いが光となってティガの元にその光が届いてティガが復活してでティガがまダイナを助けてであのクイーンモネロをぶっ倒して終わるっていうところになるんですけどねはいこの映画が僕の中では本当にね好きな作品なんですダイナのね作品なんですけどただもう一つねウルトラマンあのこれはおすすめと言いますかおすすめと言いますか何て言いますか <laughs> あのー、すげえもう幼少期の頃に懐かしいなって思ってたのはですね懐かしいというか今聞いたらすげえ懐かしいってなるのはですねあのウルトラマンナイスっていうねウルトラマンがいてるんですよこれどういうウルトラマンかっていうとねウルトラマンナイスめっちゃなんかダッサい名前よねって思うかもしれないですけど、まあ、ウルトラマンナイスこれはですね2000年にやってたウルトラマンティガの再放送の CM の途中でやった ウルトラマンなんですよ、はい、これどういうことって多分みんなハテナになってると思うんですけどまああのこれ CM 数十秒じゃないですかこの数十秒間の間でウルトラマンナイスの CM が行われるんですけどこれが多分30秒ぐらいかいっいちょっと長くて1分ぐらいの CM やったかな分かんないですけどそのウルトラマンはですねチョコを食ってウルトラマンに献身するっていうねあの何、ー、とも変鄙なウルトラマンでございますけども、まあ、それがねすごい記憶に残ってましてねウルトラマンナイス ね、その時計みたいなのがあってそんなんかチョコが入っててそのチョコ食べたらウルトラマンナイスになれるみたいな、ね、すごい変わった変身をするウルトラマンって結構いてるんですよ、ね、ウルトラマンナイスもそうですしウルトラマンゼアスっていうのがねあったんですよこれ1996年映画なんですけどで、まあ、出演はトンネルズさんとかが出てるんですけどねで、あのー、ウルトラマンゼアスは、まああの「イデミツってわかるんですかね あのガソリンサンドで出光。出光、まあ、とのコラボで、出光がその頃なんかそのゼアスっていうね、あの地球の環境にいいガソリンをまあ売り出したいというところで、それのプロモーションの一環として、ウルトラマンゼアスっていうのを映画にしようというところでねあの、映画となったウルトラマンシリーズなんですけども、このウルトラマンゼアスね、 あの変身の仕方は歯磨きをするんですよ。歯磨きをしてくる、歯磨き、歯磨き、歯磨き、磨きをしてたらあの変身するっていう、はいで。そのウルトラマンゼアスの設定っていうのがですね、まあ、設定とかって言ったらあかんか。おお <laughs> ウルトラマンゼアスはねあの、そもそも主人公の人がですね、あの綺麗好きなんですよね。めちゃめちゃ綺麗好き。ほんまにちょっとでも汚れがついたら、うわ、ん、やってなっちゃうっていう感じでね。であのウルトラマンゼアスはすごい変、 へっぽこウルトラマンなんでですよでね、まあ、あのウルトラマンが地球を救わないといけないからって言って特訓するんですけどねその特訓でいろいろ泥とかが飛んでくるでしょでウルトラマンなんてねそんな裸一貫でこうやって戦ってるんだからもう泥が飛んできたりとかもう崖から崖が土砂崩れとかがこうウーってなったりするのも当たり前なんですけどあの異様に泥がつくのがすごい嫌やからって毎回あの山から出てくる。 山から流れてる川とか川の川、川で手を洗ったりとかいうシーンがあったりしてね、すごいお茶目なシーンがあったりするんですけど、あのすごい川って変身するウルトラマンがね、結構いてるんですよ。でもこれの代表的なのがウルトラマンナイスとウルトラマンゼアスなんですけどね、チョコレートを食べるナイスと歯磨きをして変身するゼアスね。ねこれも結構面白いんであの、覚えといてください。覚えといてくださいというか別に、うん、知ってたら面白いんじゃないですかっていうところで。 でまあ、いろんなウルトラマンがいてるんですよ、ねで。ウルトラマンめちゃめちゃ好きなんですけどあのこのウルトラマンはここが好きでこのウルトラマンはここが好きでって言ってたらもうきりがないんでもう一番好きなウルトラマンダイナのことだけを今ちょっと喋らせてもらいましたけど、まあ、最後に、まあ、これ結構長くなるからもう,もうこれはもう次で最後にします次のテーマで最後にしますけどあのウルトラマンってやっぱウルトラマンだけじゃ成り立たないじゃないですか。 ウルトラマンだけじゃ成り立たないんですよ。ね、そういうもんなんですけど、そう、ウルトラマンには怪獣が必要ですよね。怪獣ありきのウルトラマンですから、怪獣がいなかったらウルトラマンなんて、鼻ほじって寝てるだけですからね。ね怪獣がいてるからウルトラマンが活躍できるというところがございますよ。ね、本当に平和でいいことなんですけどね。 ウルトラマンのねシリーズとして怪獣が出てこないっていうのがあるとね、まあ、言ってしまえばあの全然全然、まあ、進撃の巨人で例えますけどもね全然もう何十年も巨人が来てないからって言ってね昼から酒を飲んでしまっているねあの兵士たちみたいな感じになってしまいましてねであの急に出てきてあのうわーってなってびっくりするっていうねあの形 になってしまいまいすからね、うん、何のこっちゃっちゅう話ですけどまあでも怪獣って大事じゃないですかでもその僕怪獣好きな怪獣がいてるんですよ、ね、本当にこれは本当に大好きな怪獣がいてましてですねあのーまあ、怪獣やなんだら聖人とかっていてる中で一番好きな聖人がいてるんですけどこれがですねウルトラセブンに登場したメトロン聖人っていう 宇宙人がいてるんですよでこの宇宙人ってこのメトロン星人という宇宙人はですねあの本来の怪獣とかとはちょっと違うアプローチの仕方をするんですねそれどういうことでしょうかってなんでそうなんななどういうことアプローチが違うってだって怪獣って攻撃してなんぼじゃないの地球に攻撃しに来てねえ街を壊してうわー でそうやって侵略するんじゃないのでもちょっと違うアプローチなんですよ。はい。そのアプローチの仕方っていうのがですね、あのメトロン星人は、人間同士の信頼関係を壊して、自分が地球を侵略しようっていうね、手を取るんですよ。ねえ、なんとも巧妙で頭のいい怪獣なんだっていうか、星人、宇宙人なんだと、まあ、僕は思いましてね。 で、まあ、このね、あの、ウルトラマン、あーごめんなさい、間違えました。これ、ウルトラマンじゃないんですよ。ウルトラセブンなんですよ。ね、覚えててくださいよ。これ、結構、間違えるんで、皆さん。ウルトラマンセブンって言ったら怒ります。はい。あの、街にいる、ほんまにウルトラマン好きの、特撮好きの人の前で、ウルトラマンセブンって言ったら本当に怒られるんであの、気をつけてくださいね。ウルトラセブンって言いましょうね、しっかりね。はい。で、このウルトラセブン、 第8話に登場すするんですよメトロン星人でこの題名が「狙われた街」っていう題名なんですけどもまあ今みたいにあのメトロン星人はすごい巧妙な、ね、頭の切れる、えー、宇宙人で,でそういう形で地球人を、まあ、侵略していこうと考えるんですけど、まあ、どういうふうにやっていくかというとね、まあ、その頃はやっぱり、まあ、喫煙がもう街中どこらでもなされてた。 そんな時代ですから1967年とかの放送なのでねはいなのでタバコにですねある仕掛けを入れてですねそのタバコを吸ったものは記憶が飛んで、えー、暴れ回ったり何か暴行危害を加えてしまったりしてしまう、まあ、そういう現象が起こるタバコをですね、あのー、駅前の自動販売機で売り出すんですね はい、でこれを見た、えー、諸星ンがですね「あいつだ今補充してるあいつが怪しいついていくぞ」って言ってついていくんですよでそしたら、まあ、ボロアパートのところにね、あのー、メトロン星人がいてるんですけどもよく来たなウルトラセブンとでもそれ分かってたんですよ追われてるのがねもうそもそもウルトラセブンお前だけが邪魔だった 地球を侵略するには人の信頼関係を壊せば何とでもなる。ただお前だけが邪魔だ、ウルトラセブンって言って、今からお前は地球から飛び立ってもらうって言って、まあそのオンボロアパートがですね、宇宙船に変わっていくんですけど、で、それでそんなことをさせるかって言って、あのセブンがね、その瞬間、諸星ンが。 セブンに変身してで、外に登場するんですけど、まあ、メトロン星人ね、あのー、すごい戦闘能力はめちゃめちゃ低いんで、あのー、一撃でセブンにやられてしまいます <laughs>。で、セブンにやられてしまいまして、で、まあ、あの物語は終わってしまうんですけども、僕が好きなところはですね、このあと、す、ね、べての物語が終わったこの後に、 ナレーションがあるんですけど僕はこのナレーションが本当に好きで,、ね、でもウルトラセブンとかウルトラマンとかっ大体結構そのメッセージ性が強いあの作品が多くてですねでその中で僕はこの狙われた街っていう作品がすごいメッセージ性が強くていいなと思ったんですけど最後のナレーションがですねすごくね考えさせられるんですよまあこのナレーションがこちらなんですけども <laughs> メトロン星人の地球侵略計画はこうして終わったのです人間同士の信頼感を利用するとは恐るべき宇宙人ですでもご安心くださいこのお話は遠い遠い未来の物語なのですえなぜですって我々人類は今 宇宙人に狙われるほどお互いを信頼してはいませんからこのナレーションがねすごいなんかお考えさせられる今宇宙人に狙われるほどお互いを今信頼してやって,していってないよ今人間はってもっと信頼し合わないといけないんじゃないのっていうなんかメッセージ性があるというかまあ その時代のねあの問題に切り込んだ話が結構多いんですけどこれがねすごいなんか痛いとこついてくるなみたいなこのナレーションがねすごくいいなと思って僕はこれ好きなんですよ、ね、でこの話はまだ続きがあるんですけどまあ何十年と、えー、時が経って えー「ウルトラマンマックスっていうのがね2005年に放送されるんですけどもこの2005年に放送された「ウルトラマンマックスでも「狙われない街」っていう作品でメトロン星人が帰ってくるんですよ。でまあこれも同じような形で、まあ、メトロン星人は侵略をしていくんですけどもまあそれはえっと携帯電話の電波を使ってその頃はね携帯電話が普及してみんな電話をね すするっっていう中だったんですけども結局、まあ、その電波を使用してまあ侵略していこうと考えたんですけど結局メトロン星人が最後に取った答えはこの地球にはもうそういう魅力はもうないみたいな僕が欲しかった地球はこんなんじゃないみたいな形でもう俺は地球はいらない。 こんな世の中になっているこの地球を僕はもう手に入れたいとは思わないみたいな感じであの星に帰っていくんですよ。まあ、これもこれでメッセージ性があってで結局のところ、まあ、人間が一番愚かだよねみたいな感じであのすごいメッセージをね突き刺してくるこのメトロン星人の作品がね僕はすごく大好きだったんでね。 ぜひ、まあ是非あの <laughs> 機会があれば見ていただけたらなって思います。でも、メトロセーすごいね、最後お茶目なんですよ。ねあのウルトラセブンで狙われた街、第8話の時にね、アイスラッカーで、アイスラッカーっていう、あの、頭のね、セブン、頭、あのボーズみたいになるんですけど、頭のこのシュンってやったら、手裏剣みたいなのがピューンって飛んでて、それでスパッて切れるんですけどあの、真っ二つにされるんですけど、で、あの、マックスの時に、 あの縫われた状態で <laughs> 帰っってくるっていうでまあそのたまたまその時にあのそのねマックスで出てきた刑事さんの役の人がいてるんですけど、まあ、その刑事さんがまあ幼少期の頃にメトロン星人がそうなってるのを親が助けてでその怪獣が怪獣のそのぬいぐるみみたいなのを置いている倉庫みたいなのがあってでそこに眠らせてたみたいな。 ほんで、昔、そのメトロン星人と仲良くなったのが、その刑事さんやって、メトロン星人と再会して、わあ、メトロンー、みたいな感じになるんですけどね。で、まあ、最後、で、その最後のね、あの、マックスで出てきた時は、もう、自ら、あの、地球を去る際はですね、あの、ウルトラマンマックスと戦わないんですよ、これ。ね。ウルトラマックス、変身して、メトロン星人も、いてるんですけど、メトロン星人はね、もう、 バイバイっていう感じであの手振ってねこっちに <laughs> マックスに手振ってペコ,ペコペコって帰っていくんですすごい可愛いんですよねこれが、ま、見てみてくださいまああのあとまあメトロセ星もデザインが好きです <laughs> 赤青とねオレンジを基調としたあの感じの <laughs> すごいヘンてこな宇宙人の、まあ、すごい楕円楕円の 頭に胴体もつながっててね足もに二足歩行で,で手は何て言うやろなバルタン星人はみんな知ってるかもしれないですけどバルタン星人のこの手みたいな感じでごスすわねそんな感じでございましたけども。 是非見てみてもらえたらいいかなと思うんですけどまあもう言うてこれ以上喋りだしてもねもう何もなくなるでしょうし何かいいあれが着地点が見つからん気がするんで、まあ、これぐらいにさせてもらおうかなと思ってるんですけどちょうどいい時にカラータイマーが鳴り出しましたよ。 はい、なってるねすごいはくなってきたね <laughs> このカラータイマーってすごいね早くなるんですよこれだん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 速くなっていくんですあ止まりましたそうこのカラータイマーっていうのがねあのウルトラマンにはあるんですけどウルトラマンは地球上では3分間しか活動することができませんねだから3分間の間で決着をつけないといけないっていうところがあるんですけどもね えだから皆さんカップラーメンを作る際はウルトラマンの戦いを見ていただければ3分間になると思いますんでねぜひぜひウルトラマンの戦いを見ていただければと思いますけどでちなみになんですけどウルトラマンはカラータイマーを取られるとどうなるか皆さんご存知ですかウルトラマンはですねカラータイマーを取られたら体がしぼむらしいです <laughs> ちょっと調べてみてちょうだいということでいろいろねもう 本当に少ーしばーかーりですけど、喋らせていただきました。はい。今回、ウルトラマンを語らせていただきましたけども、伝わったかなわかりませんね、本当に。まあでも、僕にとってウルトラマンはすごくね、まあ象徴的なものでございます。もうずっとずっと昔から僕のそばにあったものがウルトラマンだと思いますんで、これからもこの先も僕の中ではずっと光となり続けるので、 ありまましょううねっていいところででございますで、まあ、今回は、まあ、まあすごいなんかざっくりとしか話せなかったですけどもまああのこれからもどん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 ウルトラマンをね発信していてですねあのウルトラマン好き認定を皆様から頂ければなと思いますんでえー、でまあね本当に女性リスナーの方には申し訳ないんですけどウルトラマン どううでしょうこれを機に見てみて見るのはいかがでしょうかだなんてね言うてますけどもいやなかなか見んよねウルトラマンなんてね難しい話うーんまあでもこうやって僕の好きを語るっていう回がね、あのー、あってもいいんじゃないかということでやったはいいものの結構結構難しいな結構あの喋れって言われたらちょっと難しいかったんですけどまあ、だから今回は僕の 好きなウルトラマンと好きな怪獣の話をちょっとさせていただいたんでねあの気になったらもしウルトラマン大なと、ね、メトロン星人のことはぜひぜひ <laughs> ちょっと調べてみてちょうだいすごく面白いしあのほんまにメトロン星人に関してはねあの話はめちゃめちゃ好きなのでぜひぜひ見てみてもらえればなと思いますただちょっとウルトラセブンねちょっとね雰囲気怖いのであの てかまあ昔のウルトラマンとかってちょっと雰囲気がねやっぱり怖いのでね特撮ってちょっと怖いなっていうところがあると思うんですけどまあよかったら見てみてうんさあってことでもうコロナが流れてしまいましたんで本日ももう終わりが近づいているということでございますいやーあー今週ちょっとあの これエンディングだけね別撮りしてるんですよなぜかはい僕はい大遅刻をしてしまいましてね本日のストリート前半と後半でちょっとあれですけど本日ストリートも終わってるんじゃないかって言ってねうんめっちゃ来てくれてとかなんか変わからないことで最初に言ってましたけどもはい僕が盛大に遅刻してやらかしてしまいました申し訳ない <laughs> 本当にね本当にもう死なない間に記憶を失ってましたはいでこのこれを撮ってる時にもねすごい気を失ってまして 気づいたら6時半でした。うわ、やっべ、7時から、7時からストリートやイに。やらかしましたね。はい。だから皆さんもしっかり睡眠はとりましょう。はい。<laughs> 本当に途中で記憶なくすとか、本当に良くないからね。はい。頼みますよ。はい。ということでございまして、本日は僕の好きなものを語る回ということでございまして、ボイレクさせていただきましたけども、楽しんでいただけてたら幸いです。はい。ということで、 えー、来週はまだ何をするのかまだ決まっておりませんけども、えー、とりあえずまっすー、えー、明日ですねただ明日はですねもうマッスーと一緒に僕がまっすーの生態チャンネルにお邪魔させていただきますんで、えー、ぜひぜひ、あのー、ご視聴生配信みたいなんでねご視聴していただければなと思っておりますんでぜひぜひチャンネル登録僕のボイレックもそうですけど、えー、マッスーの生態そしてケンスけのね 動画も機能上がってほんでまたクラデンティは、えー、10月にライブがございます10月の4日、えー、アメリカ村ビヨンドそして10月の7日3日後ですねこちらアメリカ村ドロップでライブをさせてもらいますそして10月の22日に名古屋の方で、えー、今池グローライブをさせていただきますんでぜひぜひ遊びに来てくださいはいやっぱライブハウスに来てほしいんでねでまあ もうこの際だから今日でやってくれた人たちもいるでしょうストーリートライブでねはいその方々がぜひライブハウスに来てもらえるようにしっかりやってまいりますの、ね、でまずはこういう YouTube とかもね見ていってもらえたらなと思ってますからあのー、チェックチェックしてちょうだい本当にに今後とも仲良くしてちょうだいはいぜひ応援してくださいはいということでございまして本日は長々と 僕の話を聞いてててくれてありがとうございいますっていいつもやけどねいつも本当になかなかと聞いてくれて本当にありがとうっていうところなんですけど、えー、本当にありがとうございましたあーもう言うことないぞもう告知もしてしまったしもうねもう今日の好きな話も終わりましたんでもう何も言うことがないですこのギターソロが終われば黒のトイレクは終わってしまいますんでまた来週会えたらなと思いますそれでは皆様 またぜひライブ会場ストリートでお会いしましょう来週もまたボイレク聞いてくださいねそれではじゃんけんぽんどれ出したかわからない